有頭動物とは提案されている脊作動物内部の分類であり、原生種としては脊椎動物とヌタウナギを含む頭蓋骨を持つことを特徴とする。有頭動物は伝統的な意味での脊椎動物を置き換えるための無階級の分類群である。抗議の脊椎動物と競技の脊椎動物の主な違いは伝統的な意味での抗議の脊椎動物は ヌタウナギ類とカシラコーツナを含むが、競技ではこれらは、脊椎動物には含まれない。これらは、真の脊椎を欠いており、脊椎を有するという脊椎動物の特性を有さない。頭蓋骨を持つこと以外の、有頭動物の特徴は以下である。有頭動物の位置に関して混乱がある、ありカシラ動物の分類群としての妥当性は、確認されてはいない。 ムトドナによる研究によると、メクラウナギ類は不線光外類に近く、これは伝統的な分類と同様になる。すなわち、無学類は分類群として妥当である。カシラコウ類は伝統的に不線光外類と同一視されてきたが、それが事実であるかどうかは疑問の余地がある。分岐年代が古い場合、ムトドナによる分類が、 絶対的でないことは留意する必要がある。また化石記録画の判断も解釈が難しい。もし無学類が単系統と認められれば、脊椎動物は従来認められてきた通りアゴクチ類無学類の内容となり、有等動物は脊椎動物の不必要な異名となる。ありがとうございます。